皆様、おはようございます。柏哲郎の絆あかりです。突然ですが、第1話の説明で少しだけ触れた秋田村って覚えていますか？メインの町が育つまで放置でいいやと思っていたんだけど、ちょっと無駄に気づいたので、今日はその対処をしようと思うの。着きました。ここが秋田村。正確には旧秋田村かな？この村は、バスが走ってるだけの、特に概念にならないところだと思っていたんだけど、実は、全く使われていない工場が2つもあって、かなりもったいないことをしていたのが分かったの。というわけで、この村の1年以上腐ってるお砂糖を、なんとか使いたい。いい消費先がないかと探してたんですが、あるじゃないですか、いいところが。旧秋田村の南には、三田島空港があります。ちょうど、ここも乗客が伸び悩んでいたので、お砂糖をまぶして発展を促しましょう。はい。三田島空港側からやってくよ。見ていただいてわかる通り、空港の北側がとても寂しいので、ここに資材を供給して、もう少し賑やかにしたいね。南北をつなぐ道路を設置。今回のお砂糖の運び込みはトラックを採用したよ。貨物列車だと、駅とか費用がかかりすぎる。停車場を置く場所を試案中。一箇所で、両方の工場をカバーできる場所がいいよね。真ん中の道路にしよう。続いて空港側の。こっちは、始発タイプにして、迷子トラックを防止。最後に配送ルートを設定していきましょう。配送ルートは、陸図で説明。赤丸が配送所で、秋田村の西側を回って、三田島方面へ行き、三田島の配送所にたどり着きます。あとは、まっすぐ、真ん中の道路へ戻るといったルートになります。名前をつけて、と、こんなもんかな。トレーラーの追加。空港周辺がもっと発展してくれると、利益を出しやすくなるはず。さて、ついに、行くところまで来てしまいました。これでもう何もできない。資産税は払い終えてるので、破産こそしないものの、追加の開発はもう不可能。三田島空港の発展に全てが託されます。次回、A 列車で行こう9ゲーム実況夜明けの街編。第22回、マンハッタンレポート。どこがマンハッタンやねん。やあ、なんで茜さんが？いきなり言ったらびっくりするよ。で、遅かったか。びっくりした。マジでびっくりしました。肝臓が止まりました。心臓ちゃうんかい。っていうか心臓止まっちゃダメだし、そもそもなんでボケたの。何か空気を読めてしまって。もうええわ。今年はネズミ年やよ。ボケたんじゃないから。
改めまして、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そのうち直通先にもなるわけやし、これからよろしくお願いします。今日はその意味もあって新年のご挨拶をしに来ました。それだけのつもりだったけど、いきなりお姉ちゃんが突っ込んでしまって、いや、あんな目の前でやられたら突っ込むしかないやん。絶対にそうは見えへん、綺麗なボケやったし。あれれ、本気のつもりだったんだけどな。え、あの、よかったらレポート見してもらえますか。いいけど、そういえば前年決算は私も初めて見ることになるわ。よっと、お、やりました、初めての黒字、しかも200億も。圧倒的に規模が小さい。あの、もしよければちょっとうちらでテコ入れじゃなかった、お手伝いしたいなと思って。え、本当？すごく助かります。まずは開発の準備ということで時間を進めています。景気グラフが出ているから察しがついた人も多いかな。これはもしや禁断の技術タブ？いや、一応まだ正方法で行くで、お金を借りて一気に開発や。お金を借りるときは不景気で金利が低いときに限る。というわけでタイミングを見計らいます。そしてあっという間に3ヶ月。一応儲かってるんだね。空港利益は立てじゃない。そろそろかな。そろそろですね。いざストップ。時計よ止まれ。いや、別にみんなは止まらんでいいねん。なんとなく、あと背景の色少し変えるとか、そんなんもいらんねん。小分けにして借りていくのがセオリーですね。100万円ずつ10年の期間で借りていきます。無事1500万円の借り入れが終わりました。そしてロカーン、夜明け待ち駅が。なんでこんなことに。あ、言うてなかったけど、この辺りは後で複々線化するからね。先に行って。というわけで開発計画です。これはいつもの夜明けマップのサテライトです。考えている開発計画は5つあります。まずは吉川線の延伸、令和駅から北にさらに川沿いに伸ばす計画やで。次に南側の延伸です。止め型水道から分岐して西へ向かいます。さらに3つ目の夜明け町西側を回る路線、4つ目の東側を回る路線、最後5つ目は小見川線を東へ延伸して円の中心を抜ける路線を作ります。5つの路線がマルトクロスを作り出す。名付けてサークルシールド構想。この構想は中心部の可視化を促すもの。その中心である夜明け町駅はグレードアップが必須なわけです。これって後半3本だけで十分なんじゃとか思ったけど黙っておこう。というわけで夜明け町駅と同じように複々線化する区間は既存施設を壊していくで。この鉄道施設も一目で無駄だと思うのね。ああ、どんどん壊されていく。後で綺麗に複々線になるから大丈夫よ。さて、約束通り複々線を建設していくぜ。さすがに作業が長くなりがちなので6大速です。割と綺麗に複々線化できるのね。もともとのマップの町次第やね。止め型水道駅は観光線と急行線が入れ替えできるようにシーサスクロッシングを設置。
交差点を壊すとトラックの再設定が必要ね。止め型の駅を再び設置するで。2面3線。今回は観光線が中線の真ん中に普通が走るスタイルにしようと思って。あ、一番線が基本使われないやつ。しょうがないね。あの、今関係ないんですけど、なんで夜明け町駅爆発炎上させたのよ。別に撤去だけでもいいのに。それが破壊による再生なんです。派手に破壊した方が再生数が伸びるっていう噂の用つべ的な、そんな理由で派手に壊したけど作り直しはするので。さて、画面は南夜明け町を置きたいところなんだけど、ここはスペースが足りないみたい。さすがに建物を潰すしかないかな。高度10メートル固定で線路を並べる地味なスキル。お姉ちゃん、いつの間にそんな芸を。やってみたら意外とできた。やっぱり駅舎は置けないけど、建物を潰して微妙なスペースができるのも嫌ね。あ、そうだ、いっそのこと2線の島式ホームにしよう。快速を止めないってこと？もともと夜明け町、南夜明け町と連続停車も微妙だったしね。これで解決だね。確かにこれならうまくいく。助かった。というわけで無事線が敷き終わりました。あれ、夜明け町駅は主要駅だから開発の一番最後を飾ってもらうことにするよ。何それ、ちょっと不安なんですけど。とにかく開発はまだまだ続きますよ。次は吉川線延伸や。皆様おはようございます。私は鉄道の絆あかりです。そして敏腕助っ人ことのはあかね、スーパーアドバイザーことのはあおいでこの動画をお送りします。前回は既存線を複々線化したので、今回は一つ目の延伸計画をやるで。一つ目の延伸は帯名令和タウンから北方向への延伸でしたね。というわけで、すでに帯名令和タウンに来ています。早速開発をしていきましょう。最初に駅を置いていきます。今回は最初に駅設置を済ませるスタイルだね。駅の場所は令和タウンの東側。そうだね、ここは最初から乗客が期待できると思う。ここは名取駅と命名。続いて磯野上、精霊かたら町、吉川を渡って寿司吉川の手前、吉ヶ原、吉川のほとりの名馬田駅、最後は東大式の吉川美穂駅です。もしかして吉川南？バレた。まあせっかく吉川があったので。ちなみに分かりにくい設定なのですが、メインの大河が吉川、東に分岐した小さめの川が吉川です。吉川のネタを使いたいためにいきなり設定を作ったわけでは。ごほごほ、それはさておき、画面では建設が始まりました。今回の8駅を結ぶのは直線になります。駅は中二、名取、磯の上、精霊かたら町、寿司、吉ヶ原、名畑、吉川美穂です。令和駅の裏の配線に少し苦戦。正式名称で呼んでくれる人が減ってきてる。
長いし覚えにくいし、しゃあないな。残党ながら地元民的には略しやすい駅名とかが助かるんかもな。ああ、南越谷の南越みたいな。小田急相模原の小田様とか、こういうのも探してみると面白いかもね。というわけで、地元で使ってる駅名の略し方、こんなのもあるよってのがあったら、ぜひコメントください。まさか、露骨なコメント稼ぎにつながるとは。いや、純粋に気になって。ウプ主もあんまり知らんみたいやしな。なお、コメントを書くときは自分の住所とか最寄り駅とかうっかり書かないようにね。個人情報に気をつけて、青いお姉ちゃんとの約束だよ。さて、ただの伏線の線路引きで間を持たせるための会話もこんなとこよね。ここはどこだろう。吉川原駅です。この駅は3年2線の退避可能駅になります。今回の延伸区間で退避できるのは精霊たたら町とこの駅だけです。次の駅はラバタ。さて、ここからはほんまに言うことないからダイジェストで。精霊たたら町の作業区、少し大きめで6両編成分4本、10両編成分6本を収容できる。それだけだとちょっと寂しかったので車庫も置いておきました。最後に吉川美穂の配線です。留置線を2本置いておきます。さて、これにて今回の延伸は完了です。お疲れ様でした。結構長かったね。お金もかかったので延伸はここで一旦ストップ。道路とかは裏で整備するよ。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。夜明け町。皆様おはようございます。柏鉄道の木綱あかりです。ほな、前回建設した駅を順番に紹介していこか。最初は延伸の終点吉川美穂駅。3年4線の東端式駅舎だね。吉川沿いの駅でマップのほぼ北端に位置します。留置線も2本あるため終端駅としての機能は十分。続いて長田駅、2年2線です。住宅が少しある程度やな。どんどん行きます。吉川原駅2面4線で、画面左側の線路にはホームのない構造です。地元の人は河原駅って呼んでるみたい。続いて寿司駅、駅舎一体型のビルが特徴。使い勝手もいいホテルとなっています。続いて精霊たたら町駅、今回の開発で一番大きい3面6線の強調駅です。駅の規模に見合うくらいの町になってほしいとこやけど、資材不足で寂しい感じに。生産したそばから他の町に資材を運んでしまうから、ここに資材がたまらないのね。物流を工夫した方が良さそう。次は磯の神駅。精霊駅の車両基地がかぶってきてるのが特徴。精霊たたら町ってウプ主はいい駅名やと思ったみたいやけど、結局省略されとるやん。ちなみにここは磯の駅と呼ばれてるとか。ラストは名取駅。こちらは順調に町と一体化してきてるみたいやね。この駅は特に言うことはないかな。というわけでご視聴ありがとうございます。あのちょっと、夜明け町駅ってどうなってるの？電車動いてるし再開してるんでしょ？しゃあない、見てもらうか。
こまで電車が来てるなら何かしら形になって。おや、これはこれはひどい。いろいろあって資金が尽きてしまい、ご覧の通り田舎駅での暫定開業です。駅規模は3面3線で、貨物用の真ん中ホームが長く取られてるのが特徴。これ、改札はどうするの？各車両のドアで、駅員さんが切符の確認してくれてはるわ。なんて無理のある。まあ設定だけやけど。あ、そうや、もう一つ。まだ何かあるの？何分暫定開業なので、全列車が普通で運転中です。まあ、暫定だし、しょうがないね。次回、A 列車で行こうない、ゲーム実況、夜明けの街編。第27回、快速なんてなかったんだ。まもなく、2番線に電車が参ります。危ないですから、黄色い線の内側に下がってお待ちください。この電車は、16時30分発、普通、吉川美穂行きです。
皆様、おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。そして敏腕助っ人ことのはあかね、スーパーアドバイザーことのはあおいで、この動画をお送りします。さて皆様、資金にご注目ください。これはついに3000万円到達、やったね。マネーは寝てませって言いますもんね。え、もしかして結構だった？ちょっと1年半くらい。マネーは、その間、野分町駅では手動改札が。本当にすまなかったと思っています。まあ、過ぎたもんはしゃあないから、ケツ立て直したらどう？そうだけど、割とすぐお金がなくなってしまうことが分かったので、検索をしようと思います。と、言うと？余ってるお砂糖を売ります。その名も合格砂糖黎明シュガー。最近お砂糖が余り気味なので、これを売って少しでもお金にしようかと。南の隣町に向けて道路を伸ばして販路を確保するよ。まあ、止め方の資材を持っていくならそうやね。結構道が複雑だね。間違えた。ほんまに道路苦手やんな。道路は勝手に伸びるからね。さあ、あとは戻るだけだよ。で、まっすぐ行く道あるんかい。もう、なんで最初に曲がったの？これは、いわゆる偽プレイですから。お見せできないプレイの間違いやで。皆様、おはようございます。柏鉄道の絆あかりです。ことのはあかねです。あおいです。今まで、駅員さんにご迷惑をかけていた夜明け町駅ですが、ついに新しくなりました。それはよかった。やったね。というわけで、夜明け町駅と新駅の紹介、そして路線図をご紹介します。まずは夜明け町駅です。3連6線のターミナル駅1に置き換えました。ザ・主要駅って感じだね。これだけのサイズがあれば、これからの開発でもこと足りそうやな。あ、それはどうだろう。夜に、駅に電車を置くとすぐ埋まってしまうので。使用しないホームか、誘致線は欲しいってことね。車庫足りてへんの？それもあるけど、60倍速世界で始発をちゃんと出そうとすると、駅に置いとかないと厳しいのよね。言われてみれば確かに結構悩ましい問題です。気を取り直して、続いて新駅紹介です。南夜明け町と夜明け町の間に新駅が作られました。駅名は夜明け新町です。駅名にひらがな。ついに変な駅名をつけるのにも飽きたか。今回は例名が並びすぎるのを嫌ってこうなったみたいです。最後に、留め方水道と三門島空港の間に新駅を設置。南留め方駅です。特徴としては、一線スルー方式の交換駅ってとこですね。周り、なんもないな。列車交換のためだけって感じだね。というところで、新しい路線図をどん。全部で16駅。駅番号も見やすくなってるね。これで快速も復活やな。って、あれ？特別快速はいいんだけど、快速通過駅少なくない？バレては仕方ない。説明しましょう。最初は、快速の停車駅を特別快速のようにするつもりでした。しかし、令和タウン以北の新駅は、今まで通過された経験がないので、各駅で快速を止めてくれと要望が激化してしまい、
結果的に全ての駅で停車させることになりました。わからんでもないけど。さらにラッシュ時の本数確保のために夜明け新町と南夜明け町で快速が停車します。その時間帯通過駅は2駅。しかも観光線を走ります。もはや快速の意味ないな。快速なんてなかったんや。次回、A 列車で行こうナインゲーム実況夜明けの街編。第30回、その時私は5歳で、特別な快速なのだと思いました。あ、これ、ベルターズオリジナルや。